今ね、竹の小鳥一段落してですね、次のステージに入っているんですよ。そのためにちょっとこう、気持ち的に余裕が出たんですよね。今までこう、竹の子を加工してる、撮ってる、加工してる間は、動画を撮影してるんだけども、編集できなくて、なかなかアップできなくてすみません。動画はたくさん溜まってる状態です。一応カットだけしてあるんですけども、編集途中になってるんですよね、みんな。まあ、いろいろなドラマがありまして、白毛トリでもドラマがありましたけど、竹の子トリでもいろいろドラマがありましたんでね、まあ、その辺、お伝えできればと思います。いやー、すごいな。忙しくて毎日やらないから、こうなっちゃうんだよね。やっぱり地域おこし協力隊初年度なので、やることが多すぎて、いろいろと手続きとか、まあちょっとした、まあ、税務署行くとか、商工会行くとか、まあいろいろありまして、なかなか、思った以上に時間が、うまく使えない感じになってますね。2年目はそんなこともないと思うので、まあ1年目なので、やることやって経験していきたいと思います。脇腹もね、台の方がいいですね。で、ミニも今、関門来てるんですよね。ホッケだけじゃ済まないんだよね。ミニはね、まだ来てるんですけど。反対行くよ。ない。買おうか。買おうか。じゃあちっちゃいちっちゃいじゃないか。顔とかね、ちっちゃいやつでやった方が楽です。軽いですし、小回りきますし。うん、打っちゃう。気持ち？気持ち？ん？気持ちいいか？この間、一度に3頭話したらば、北斗だけ下山しちゃって、一番近い民家に行っちゃったんですよね。な、北斗ね。君だな、あんまりな。で、その民家の人に繋いでもらってな、待ってたんだもんな。民家の人も知ってて、俺の犬だって知ってて、迎えに来たんですよね。取れるね。
ね、今日風なくていいね。なんかいんの？上から見てる、なんか動物が。何が見てるの？これ。わからんけど、なんか動物いるな。襲ってやくので。この辺はよく熊通るんですよね。使い方マニュアルと言ってもいい動画だと思いますので、とにかく軽く当てて不審を動かすだけですので、持ち方はもう自由です。こだまこだま、もう持ち方は自由です。引き方も自由です。外国船みたいに魚ではしないでくださいとか、そういうことはない。むしろ魚でお有効に使ってください。よくあのひげ剃りでも魚剃りってあるじゃないですか。同じですね。魚ではひげ剃りの魚剃りみたいな感じですね。朝起きてね、すぐ来たんでね、ちょっと寝ぼけてますけど、犬も自分も。やっぱり朝でもないとこう落ち着いてできないですよね。上下左右どこを使ってもいいです。毛のさばきが悪くなってきたらね、あのきれいに水道水と台所洗剤で 洗うとまたいいですけども、まあ、その後若干こう油気というかね、サラダ油でもいいと思うんで、ちょっとだけ油をつけてあげるとでいいかと思います。まあやらなくても錆びないですけどね、せんべいですから、そんなに錆びやすいものではありません。はい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 、飽きたか。こういう股の間とかはね、小さい方がいいです。まだ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 終わらないんだけどね。もうちょっと飽きてきたな。剛毛だからね、北斗の毛結構毛が質いいんだよね。だからどうしても反毛多いんだよね。毛の質、毛が多い犬って毛の質いいことになるんですよ。やっぱ寒さに強いってことで、北海道犬ですから毛の量は多い方がいいですね。まあ硬いとか弱いとか質もありますけど、こっちの抜き毛はすごいですからね。何がいるんだよ。
取ってなかった。すごいな、ここな。また大きい。違うすごいな。違うすごい。すごい。まだまだ来る。ああ、すごいすっきりする。取れる。だいぶすっきりするな、これ。よいしょ。一気に取れるよ。おっちゃん。おいしょ。飽きたか。顔きれいにして終わりよ。はい、顔きれいにして終わり。ラバーブラシ。はい、お疲れさん。まだまだ取れるけどね。基本的にはやめよう。飽きた。
終わり終わり。よし、終わり。今日は終わり。終わり。明日だな。明日使うとかな。みっちゃんは後。みっちゃんは後だ。